皆さんこんにちは、淡井圭介、訂正こんばんは、淡井圭介です。本日2024年、7月の14日、20時23分です。本日のプロ野球の結果についてですね、私が阪神タイガースの試合を取り行ってですね、今までの、勝ち負けのつき方、点数の差配の仕方についてですね、あれだけはっきりとした答えが出ているのにもかかわらず、誰か心の声か何かで何か僕に伝えようとしてるでしょう。で、僕の、ほっぺたとかからね、肉はどんどんなくなってるんですけども、これ簡単にわかるんですよ。もしくは僕が今喋ってるスポーツ関係のことで、やつれてしまってるみたいな形になってると思うんですけども、同点だったわけじゃないですか。阪神タイガースの試合。で、楽天の試合が終わってから、阪神タイガースの結果が出てるんですよ。その辺のうまさなんですよ。で、もともと、ポテトチップス、カルビーさんのポテトチップスなど、おやつ関係を買った時にロッテの方に得点が行くの話で、これもルール固定化しておかなきゃならない。そうじゃなかったら、ルールが固定化されてなかった。今、5対1で、誤りの失点、5失点で、まだオリックス・バファローズさんが得点してるんですけども、同じパターンなんですよ。オリックス・バファローズさんがロッテさんとの得点と入れ替わってます。これ本当ですよ。だから今日先ほど、今撮影した後のもうすぐ公開される、20時30分からの、ゴルバフチョフ大統領との、関係についてと言いましょうか。もうすぐなんせ公開されます。それ見てもらったらわかります。だから、旧山一証券体制だったのか、もともとそのゴルバチョフさんの話のことなのか、僕の場合は子供の頃から政治経済に、世界中と深く関わってますから、それを根幹は何かって言ったら河川水門外式玉発電と、あとはかまど発電だとか、メタンガス抽出場の件ですね。なんせ生ゴミの件からですね、他の動画とかでも、音楽関係の動画を見たときに、心の声とかで、ほんまやとか、返事されてる声とかあるんですけども、例えば、ラルク・アンシェルさんのフラワーですね。神戸市立ホテルフルーツラーパークに、その、蒸留発酵生ゴミから、本当は何でもできるんです。草からとかでもアルコールとか作れるんですよ。本当ですよ。ラルク・アンシェルのメンバーのドラムの小倉幸宏。これね、僕はね、ひろゆきって名前を何回か間違えてまして、長い間合ってないものですから、幸宏とひろゆきを言い間違えるという現象が多数発生していて、実際自分の仕事はとかで、ひろゆきという名前の人とかも多数いたんですよ。で、テレビに出てる人とかでも、ひろゆきというひらがなの人とかはいたわけじゃないですか。だからどうしても、名前を、対象人数がすごく私の前多いわけですから、やっぱり言い間違いっていうのはあります。で、間違いを分かった時点で、できるだけ自分から率先して名前を言って、忘れないように、固定していると。こういうことですね。その動画で言ってる通りの内容なので、今日の試合、ロッテが勝たなきゃおかしいですね。なぜオリックス・バファローズさんが得点したのか。僕もダイエーとか、ダイエーというかイオンモールとかで、あと信号を渡る前とかにいいこと言ってたんですよ。後ろからなんかね、子供を脅かすような声とかで、子供と一緒に、いたもんですから、後ろ振り返ったら、なんかいいこと言わなきゃならないかなと思って、いいこといろいろ言ったんですよ。で、その後、堂々と、カルビーのポテトチップス、バター醤油味2つと、国産のポテトチップスですね。それを購入して、ロッテの試合に備えてたわけですよ。オリックス・バファローズさんにどこで行くわけないんですよ。だって、イチローさんの話とか、イチローさんももともと僕と会って、メジャーリーグ行って、世界ナンバーワンの、ヒットの数、日本球界と、これはもともとフルーツラバークで記憶はしっかりしていた頃の僕なんですけども、
プロ野球界で、打ったヒットの数、まあ、両方足した数がギネス記録であると。それもともと知っていて、それでイチローさんはアメリカへ行ったんですよ。で、アメリカ行ってどうでした？一番ヒットの多かった年。260本超えですよ。260本を超えるんですよ。もうワンシーズンで見たアメリカさん、アメリカのメジャーリーグの歴代の人の中でも、イチローさんがナンバーワンですよ。260本ですよ。200本超えるのに、200本超えたら、少し前の日本では、日本のプロ野球業界だったら、もう、号外ですよ。年間200本安打を超えたって、それまで200本安打なんか無理だって言われてたんですよ、1年間で。号外で配られるんですよ、無料の新聞紙が、都市部で。それはもう縁があるかないかって言ったら、もう細かいこと全部言い始めたら、もう12球団で僕としっかりとした縁がない球団なんかないんですよ。もうちゃんとあの元々のルールで動いてもらわなかったら、こっちの方がこんな風になっちゃうじゃないですか。他の人の顔になってしまってますよ。だから阪神タイガースは犠牲にとかそういう話じゃないですから、阪神タイガースは肩がロッテが負けるとかの話じゃなくて、そこうまく先に同点で様子を見ておいて踏ん張って、で、楽天の試合が終わったから、僕は阪神タイガースの試合に状況を見て、勝ちに行って勝って、それまでにロッテの試合が18にその後にあるわけであって、それまでに試合しか終わらせてるんですよ。で、昼ごはんまだだったから、買いに行って食べて、ナイターがあるから、ある程度の時間帯じゃなかったら、僕1日4食になっちゃうんですよ。それだとさすがに太りますから、ある程度の時間帯で食べてるからセーフだし、これね、エシロンか富岳とか、まあ、科学省の方で家の中の僕の状況を見てもらったら分かると思いますけども、まあ、7月の14日。18時前に飲み込んでますから、もう食事完全に完了できてます。火の打ちどころのない完璧な状態ですよ。今日ももちろんまだ遊んでないですよ。それは勝負師なんですから、勝負しに行ってますよ。そも真剣勝負だから、真剣勝負って殺し合いじゃないですよ。大真面目に、試合に取り組んでるわけですから、そこ点数の差配に誤差とかその誤解があったら困るんですよ。そこ絶対ロッテさんが得点しておいてもらわなかったら、とにかくロッテ楽天が上の方に上の方に残っていなかったら、こちらとしても精神的に、もうすぐオリンピックがあるわけで、これもう時間帯で、もう無理な時間帯も僕取り組まないですからね。これもうはっきり言っておきます。で、もちろん勝ちに行くんですけども、これ、まあ、東京オリンピック見てもらったら分かる通りなんですが、結局、9600億円も税金使ってるんだったら、河川水門開始弾発で日本中に設置できてます、方法ほとんどのところ。でしょう。だから、してることめちゃくちゃだったんですよ。で、エネルギーの輸入量なんですけども、ガソリンとか、ガスとか石炭とかの輸入してる金額をすごく多かった年、換算で言いますと、何兆円もしてます、1年間で。何兆円も使って購入してます。10兆円超えてたような気がするんですけども、ガソリンとガスと石炭すべて合計したら、さすがにそれぐらいになりますよね。だそれが発電量の 2.5%、まあ、もちろん河川水門開始機動発電じゃだけではその全ての電力で、まあ、世界中に敷設したら、それはビル・ゲイツさんとかの、その特許関係といわれる、いわゆる長者番付の、世界ランキング昔1位だったビル・ゲイツさんと、まあ、肩を並べると。まあ、そこまで多分到達してたはずなんですね。2.5% の売電量であれば。ただし、それが世界中全てに
設置しての話ですので、もうこれはもう僕がもう、今も今年47ですから、まだ日本でも工事が始まってない状態で、まず日本でしっかりと、スポーツ業界とかゲーム業界とか映画業界からお金かき集めて、今まで僕の提案できた、まあ、漫画アニメゲームから。で、どこかで、向こう側だけでもいいから、まあ、新港はだけでもいいから、とにかく実証実験かかった費用と発電量と何年経ったらペイできて、それで、配当利回りがどうこうみたいな話がなかったら、株なんか下手に買ったら今まで紙切れになった経験を持たれている人なんか今までいっぱいいらっしゃるんですよ。で、富裕層の人しか基本的に株なんか買わないんですよ。株買ってる時点でその人富裕層なんですよ。自分に自覚はないだけで。変な大きな数字を見て、架空の世界を見て、変に勘違いしてるだけで、あと大きな岩、確かに探せばたくさんありますよ。だけども閉じてるところもいっぱいあります。それが現実なんですよ。まあ、今回はちょっとその、ロッテのその得点の入り方で、こちらとしても、異議申し立てがありますということで、述べさせていただいております。ルールは途中でコロコロ変わるためになしですよ。いや、だから12球団の得点の差配の権利を僕は持ってなかったら、優勝の数を揃える話なんか絶対無理だったんですよ、最初から。それは途中から巨人に入った人はね、まあ、結局今1位にいますから、いい思いしてるんですよ。昔の阪神なんか悲惨ですよ。なかなか首位なんか立てないですよ。12年間のうち最下位の数が10回、5位2回ですよ。阪神タイガースは4月5月ぐらいの頃に周囲に立ったら春の珍事とかって書かれてたんですよ。地元のスポーツ新聞にまでそう書かれてたんですよ。テレビでもそういうふうに取り上げられてましたし、珍しいことと書いて珍事、阪神タイガースが周囲なんて珍しい。ということでですね、だからまあ、昨日ですかね、今日ですかね、大谷翔平選手がホームラン打ったのも、まあ、河川の撮影行っていた、まあ、アメリカ時間の日付でいうと、昨日の撮影の夜の時点とか、良いこともしますから、文章化して、ホームページは IKS の駅の一番から見てもらったら分かると思いますけども、良い行いもしますからね。まだ途中経過ですけども、今日の試合は全然納得いかないですね。これ、オリックスの人たち、または、勝ち星返してくださいよ、ロッテの人たちにっていう話になりますね。だから、2勝1敗にし、で、返してもらわなかったら絶対ダメなんですよ。今日の試合勝ってるはずですから。もうそこまで見極めて見破られてるんですから。点数の差は。ある程度お菓子買うのも僕からしたらお金が必要なわけで、今までのまあ経緯とか思い出すのに自分でお金を払わなければならないっていう部分があって、今はできるだけ河川の撮影とかにお金を使用したいというところが僕の本音であって、ただしまあこれは本当にお金かかりますね。洪水尋常じゃないですね。まあかなりのとんでもない距離行ったりしてるからっていう部分もあるんですけども、もうほぼ近場のところ、まあ兵庫県だと近いところといったらあんまり洪水極端にかからないところで言ったら稲川ぐらいですけども、稲川も上流まで行こうと思ったら一個ダムの近くのところですから、パターンでいきますと、またボクシングの試合とかでっていう話になってくると思うんですよ。僕はボクシングの試合はそれまで有望株のその世界タイトル戦の前の世界戦の日本人選手の人たちで勝ってきた人たちが頭の中を、その僕が
クイズ要素もあるから、僕だけじゃない人の頭がいってるのも絶対これあるんですよ。そうじゃなかったらその人たちに僕は請求をかけることができませんから。もう日本人の世界チャンピオンの人たちの一覧表だけでも大変なんですから、すごい数いますから、何十人と。だからそこはうまく調整つけてるはずなんですよね。で、もう世界中の政府上層部とかは認めてるわけですから、台風消滅とかだから神がかり的な力の世界で絶対彼がナンバーワンだっていうことになってますから。まあ、早め早めに、台風になりそうなところの地点の情報っていうのは早め早めに欲しいのと、あとは、ホームページで淡井圭介の一番に記載している通り、そういう台風になりそうな地点から早め早めに世界中の人たちで、風や雨を取っておくと。それで、豪雨災害とかならないように。基本的に優しいある程度の雨とか、特に日本でいうと789、これは中国とか同じような、あの北半球の同じような、あの緯度経度の地域のところが、緯度経度どちらが縦でどちらが横だったか、ちょっとなぜ気温が大体同じようなところ、日本と、国はそういうふうに活動していただいて、南半球の方も気候が逆になりますから、だから日本本とか、が冬の時とかは、北半球のところは、晴れ、赤道直下のところがやっぱり一番気候的に厳しいですから、暑い時にできるだけ雨風というような形で進んでいただけたら。ただしこれ防災メインですから、変に風を取りすぎてそれで台風かっていうのもちょっと、それはないとは思うんですけどね。台風が発生している地点を見たら大体戦争した地域ばっかりですから、大きな。で、あとは誤解交じりとかですね、テレビの放送の仕方で。気象庁の発表している台風の数とかで、それも結果出てますから、あとは僕から言ってる内容とかをしっかりと確認していただいたら、どういうことになってるかっていうことがよくわかります。で、あとは、特典ですね。あんまりもう変な形でゲーム取り行うんだったら、僕もそろそろ晩ご飯の用意にしようかなとか、あとポテトチップス食べようかなとか、そういうふうに、試合中に食べたらどうなるんだろうとかも、それは正直ありますね。今、それ言っただけでほっぺた、まだ肉なくなって、肉、撮影中にほっぺたの肉戻ってきたりとか、これ自分の感覚とかでもありますから、大体わかるんですよ。ある程度取り戻したりとかもしてますよ、喋りながら。もちろん法律をもとに安全に、どれだけの効果を上げてきたかというところで、神がかり的な力の世界で誰がナンバーワンかと、どういうふうに言い当てて見破っていてとか、雷がなぜ発生しているかとかだとか、その辺のところで、今までに類を見ないほどの、結果っていうのを、我々が出しているわけですから、その辺のところでやっぱり軸っていうものは淡井圭介であって、そうですね。その大変さと言ったら、なかなか他の人も、引き継げるような、なかなかそういうふうな内容ではないですね。情報量がとにかく膨大ですから、それと向き合って、あと実費で河川の撮影行くとか、そういうふうな、生き方ですね。生き方の問題ですね。というわけで、今回は、異議申し立てロッテとオリックスバファローズの試合についてという形です。ボクシングの試合は7月20日ということで、もう一度Amazon プライムビデオにもう一度月額いくらというお金を払って、加入するような形で一応スタンバイしてお
しています。頭、まあ、ライジンさんの試合も7月下旬にあるみたいですが、やっぱりペーパービュー6000いくらに今お金を払うよりも河川の撮影ですね。まあ、アマゾンさんの値段は良心的な値段ですから成立するんだと思いますよ、結局は。まあ、本当に世界中少子化ですからね。だからまあ、何が良くて何が悪くてっていうところは、まあ、ライジンの経営陣の人たちで、まあ、アマゾンの月額の方が本当はいいんじゃないかとか、そういうふうなところは考慮して対応するべきだと思います。だけど、まあ、総合格闘技の世界とかで、やっぱりむちゃくちゃなシーンとかもたまに見かけますから、ああいうので、なんかね、こう、政治女のことを今まですごく強く意識したりだとか、まあ、民間には倒産がありますから、やっぱりどうしても国民感情として、各個人個人の感情として他国のことを悪く言ってる人っていうのは SNS とかでもまだ見かけますから、そこはちょっとね、まあ、ただその悪く言うに関してもそのエネルギーの残存の問題があるから、もうこれぐらいにしときましょうとか、それは違いますよっていうところは、それはしっかり言わなきゃならないと思うんですけども、伝えなきゃならないと思うんですが。まあ、音楽業界に関しても、基本的には、他国の人に歌ってもらうっていう形でいいと思いますよ。だからグレーの皆さんとかはすごく中国とかに進出してライブとかアメリカ、まあラルクアンシェルの皆さんもそうですけども、まあ多分まあもともともちろん僕が言ってそうされたんだとは思うんですけども、まあこれでまあある程度その日本人のその音楽関係者にもすごい人たちがいるよっていうことがある程度世界には伝わってるとは思うんですね。で、まあ、まあ、字幕の部分ぐらいは、絶対できるわけであって、まあ、その辺を YouTube プレミアムとかで対応するのか、それとも YouTube の方で進めるのかは、それは、まあ、各音楽業界において、これ判断難しいんですよ。すごく少子化が進んでますから、みんながみんな YouTube プレミアムに加入して、Amazon にも加入してっていう、Amazon ビデオの方にも加入してっていう形になるかって言ったら、それはそれでちょっと考えにくいなという部分があって、まあ、ライブ云々に関しては母国で基本的にまあライブをするわけであって、で、日本でも一応インドネシアの人たちと実証実験、まあ、東アジア一帯ですかね、音楽番組、まあ、日テレさんの方で行ってもらったんですけども、それは僕からの提案ですよ、日本の音楽業界とかけど、あれって大きな布石、まあ、さらへの大きな布石になったわけじゃないですか。動画の再生回数だとか、まあ、商業原理は事実としてあるわけであって、これから先の世の中は、まあ、ガソリン価格を上げて、店頭の小売価格ですよ。エネルギーの残存量問題がありますから、店頭の小売価格は、例えばこの辺なんか安すぎるんですよ。レギュラーが164円だとか。安すぎですよ。もう安く売った、来た分。もう220円ぐらいとかで販売するとか、それも、20年ぐらい。それで調整つけなかったら無理ですよ、本当に。いくらでも車乗り回す人たちが増えますから。まあ、その辺のところで、まあ、ただし、もう少子化進んでるし、テレビのチャンネルも多すぎますから、やっぱり夜中と明け方の番組はなくして、2社2社合併っていう形が一番望ましいですね。で、メジャーリーガーも、日本に休暇に戻ってきて、あとは、まあ、ワールドベースボールクラシックまでの範囲にするんだとか、まあまあ、その辺のところはもう今まで言ってきた通りです。以上です。皆さん、長々とご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと、過去365日を遡って動画の再生、皆さんの見られてる方の動画の再生時間が、トータルで僕は公開した動画について、過去365日、要するに1年前までですね、カウントして、再生時間が3000時間や4000時間を突破しなければならないんです。で、あと、チャンネル登録者数の方が、まあまあ500人か1000人か、まあ今は600数十人という形で、まあ、徐々にですが、数は確実に増えていまして、まあご協力していただ
けてる方たちには本当にありがたいなとは思っていますで、まあそういうふうな形でお金が入ってくるような仕組みがなかったら、なかなか火災の撮影にも行けなかったりだとか、だからまあ早くまあ動画の再生回数ぐらい、日本中の人たちだけでもね、協力してくれたら、再生時間すごく伸びるのに、裁判とかはあれですよ、裁判始まったら、相手にどういうふうなことを述べてるかとかの、証拠とか、の内容とか書類化して文章として渡したり、まあ、証拠をDVD に、だとかに、まあ、ダウンロードして、で裁判所に提出したり相手に提出したりしなきゃならないんですよ。基本的に僕からお金を請求されるところの人たちは見なきゃならないなんですよ。見た方がいいなんですよ。ということです。まあだから協力体制を含みながらという形ですね。だからそれで誰がまあ味方なのか敵だったのかというような見方もある程度世間からされると思いますよ。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定のほどよろしくお願いいたします。あとはまあ大阪万博に関してはまあ価値ではないんじゃないかなとは思っています。多分ですよ。あんまりにも腹立ったとき僕、一回言ったのが、わけのわからない機能リングのところに1台だけスロットマシン置いといたらいいって。出てきてもお金の換金しませんよ、そんなことって。それこそロボットに言っといてもらったらいいです。人間だったらそこで言うとトラブルになったらあれじゃないですか。以上です。